はい、こんにちは。ちょっとマネージャーと喋りながらの今日の、今日は、水色のね、鳥さんの手ぬぐい入りと、はい、こちらはリンゴかすりです。もうね、夕方近くなんですよ。今日整体行ってたんです。それでまあ、ついでにちょっと内科に行ったりとかしてて、内科って行きつけのなんですけどね、まあ行って、それでいろいろもちゃもちゃしてて、猫たちと遊んでて夕方です。はい。まあね、そんな日です、今日は。でもやっぱりなんだろうね、着物だとちょっと寒気がするので、やっぱり着物、あの洋服はちょっとやっぱね、体に合わないんだろうね。もうね、着物に着替えた方が気持ちが楽なので、着物にどんな時間でも着替えたくなったら着替えようっていう感じですね。皆さんもぜひ着替えたくなったら着物に着替えましょう。まあ、この時期の着物はね、結構いろいろ着込んで着るんで、多分この長襦袢は明日で洗う感じになるのかな。あまりにもね、着てる時間が短いので、そんなもしていいかなと思うのがね、着物のいいとこですね。着物自体も一回で洗う、まあ、真夏はもちろん一回で洗いますけどね、時と場合によってですね。だいたいね、多くて5回着たら洗うかな。うん、着物に関しては。なんか仕事とか絡むとすぐ洗ったりももちろんあるんですけどね、私の場合は。とても便利だから、木綿、ウールと木綿が便利ですね。今年は特にさ、あんま寒くなかったからさ、合わせの紬をさ、結局全部は出さなかったですね。途中でこれ全部出したらクリーニング地獄に陥るなと思って、出さないでおこうって、うん、ちょっと風通しさせてさ、次のシーズンまでまた、ね、眠らしておこうと思って、もうちょっと暖かくなったらね、着物を眺めるみたいなね、眺めてしまうだけの日みたいなのもあっていいかなと思いますよ。あんまりね、そんなね、なんかぎょうぎょうしい風通しをしてとか、そんなことまで考えてないんですよね。ちょうどなんかね、ちょっと着物見たいなっていう感じで開けて、ちょっと眺めて、一日じゃあついでに干しとくかみたいな、そんなんで十分だと思いますよ。確認ですね。今日ね、すっごい髪の毛、午前中そのずっとね下ろしてたせいでね、なんかサラサラすぎ問題発生してしまいまして、髪がもうまとまんない、パラ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 落ちてきて、あの小学生低学年の女の子みたいな、柔らかくてサラサラすぎてパラ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 落ちてきて、どうしようもなくって、久しぶりにワックスっていうか、まあ髪のハンドクリームみたいなやつですね、それを全身全体的につけて結んで、やっと結べたみたいな感じでしたね。そういうのあると便利ですよ。あの整髪料っていうんじゃなくて、ちょっと栄養もね入るようなやつですけどね。あ、これ使う、こんなん使ってます。美容室でね、置いてあってね、美容師さんにね買ったのよ。そこで N ナチュラルバームって、ヘアワックス&ハンドクリームなのよ。これ硬いハンドクリームみたいな感じ、こんな感じです。これ多分ね、髪の毛
系の YouTuber の人たち皆さんこれ使われてると思うんですけどね、ナプラっていう会社で売られてる、本当にこういう固形になってる油が乳化してるんですけど、手で温めて溶かすと透明になるんですよ。なんで本当に油、椿油つけるみたいな感じですね。まあ、私はねもうね髪の整髪量は本当に無数にあって分からんくって、いつも行ってる美容師さんがつけてくれるやつを買うっていう感じにしてるんですよ。じゃないと私の場合ね髪の毛重くなりすぎたりいろいろ問題があって、それで毛細すぎるっていうのもあって、使い方とかも全部美容師さんに教えてもらってそれを買うんで、あれも美容院で買ったやつです。でも多分普通のとこにも売っとります。はい、今日も、こちらのこの前使いましたね証券の帯を、この光ってないんですよこの帯自体が、なのでこの木綿の着物とも合わせようかなと思って、水色なのでちょっと春めいた色合いにして、で帯締めをさらーっと明るい感じのエメラルドグリーンに持ってきます。水色よりも襟元の水色よりもトーンをアップさせてって感じですよ。私ももうちょっといろんな結び方をすればいいのにね。まあね、いつも着物姿の人なんで、なんかいつも同じ結び方ですけどね、いませんね、あまり面白くないですよね。他の方の方がもっと皆さんねいろんな結び方挑戦して偉いなって思うんですけどね。正直もうそのねその時期が過ぎてしまってるんですよね。なんかもう本当に着物に一生懸命でいろんなことをね知らなきゃいけないと思っていろんな結び方を一生懸命勉強してた時があったんですよ私だって。でもねなんだろう、ある時気づいたんですよ、言うてもそんないらんなと思って、なんかそっちはもういいなって思ったら、もう分かったしもうよかろうって、無理なく着続けるってことに特化しようって思った時期から早数年ずっと同じ結び方ですが、たまにねお太鼓とかもねするんですけど、今年はしなかったな。今年というか今シーズンの去年の秋、一番本当秋にいつもお太鼓するんですけどね、秋もしなかったですね。なんでだろう、多分木綿の着物で盛り上がっちゃったんだろうな自分の中で、そっちで満足しちゃって、なんかもう着物が楽しすぎて帯の結び方とかにあんまり執着してないみたいな時期がずっと続いてますね。着物の着心地に重視してて今ね、でもねやっぱまあ、私も着物着とる人なので、お太鼓あと式の時に、子供の式の時とか結婚式のお呼ばれの時の二重太鼓、これはまあ押さえとかなんかなと思って覚えた結び方なんですけど、それはまあ適当にできるんでもういいかなと思ってるんですよね。私の親の時代もそうでしたけどね、なんかうちらの親の時代ってとりあえず
自分のはともかく子供の浴衣とかは全然着させれるのが普通で、ほんで入学式とか卒業式も自分で着られるお母様方がほとんどでしたね。でちょっと自信なくてもその黒いエヴァ織でね隠れるからって言って皆さん自分で着てましたね。でたまにもうで髪の毛だけ美容院っていう方が多かったかな。うちらの子供の頃は美容院使ってるお母さん方だったらね、うちの母ちゃんは全部自分でやってましたけどね。でたまにほんとシワ一つない着方の人がいて、うわぁ美容院で着付けられたんだなっていうのが子供心にわかる、あこのお母さん自分で着物着れないんだって逆に思ったんですけどね。今と逆ですよね。式の時は着付けてもらうのが普通になった今とは逆の感じでしたけどね。でも私その感覚がずっとあって、式の時普通に自分で着るのが普通かなみたいな感じになってますけどね。うん、なんかね私の周りのお母さんたちはその普段着てないけど式の時は着させてもらってる、着させて美容室で着させてもらう人たちと、そうじゃなくて普段から趣味で自分で着物を着る人たちとのグループに分かれてました。美容院で着付けのお母さんたちはもういつもフルセットで来られるので、式の時同じ学校なのでその今日どんなみたいなのがないんだけど、いつも着物を楽しんでいる人たちは今回色無地にしたわとかね、そういう会話が結構楽しかったですね。はい、はい、今日はしましまですけど、この島はちょっと面白い感じで馴染んでますね。うん、風合いもこの帯ねちょっとどう使おうかなと思ってたけど、この時期ちょうどいい感じですね。はい、水色の手ぬぐい半襟に、はい、大好きなビンゴかすりです。これも柔らかいんですよ。かすりの着物いいですよ。ダブルガーゼみたいですよ。そして、半幅帯は証券でございます。そして帯締めをねこちらよりも明るくパキッとエメラルドグリーンで目立たせて、の足元がピンクと水色の自分で作った足袋です。でかんざしも水色のね、ここがもうプルルルンってなってたな。もうってなってました。はい、今日こんな感じで過ごしたいと思います。糸町のカレンあれですよね、この手ぬぐいを見るたびにもうすぐ糸町だふふふって思いますけどね。はい、こんな感じで過ごしたいと思います。ですね、 YouTube ライブで話が盛り上がっておりましたが、申し訳ないことに6月の1日2日正確に言えば5月末からですね、6月の最初の1日2日100万石祭りとかぶります、石川県なので、ちょっと県外から皆さんを呼ぶわけにはいかない交通事情が発生すると思うので、その日だけは避けるということをに決めました。すいません。はい、ですね、それでそのもうオフ会というか着物交換会というか着物相談会というか、そういうのみんなでねしようねとかね、レースの着物現物見たいねとかね、そういうなんか着物好きの集まりをしようかなと思ったんですけど、こっちでまあまあオフ会っていうのもおこがましいなと思うんですけど、石川県でゆっくりしてみてくださいね、来てみてくださいね、石川県いいっすよっていうのをしたかったんやけどね、ちょっと1日2日は100万石祭りで、はい、石川県の人も引くぐらい人が来るのでちょっと無理かなっていう感じなんですよ。で、
他のホテルとかにいろいろ当たってみたら、やっぱりその着物交換会とかでみんなで着物を広げてね、こういうのは、例えば私とかだったら目線とかあるんだけど、若い子にあげたりとかしたいなとか思うのもあったりするんだけど、ね、若い子着てなくても、ほら、私はさ、息子しかいないけど、娘さんいる方とかにね、あげたりすることもできますしね、お母さんが着てて。あと、交換する名目じゃなくても、その石川県に来たいっていう方はもちろん来ていただいて、その雰囲気味わっていただくのもいいなと思うんです。あんまり硬い縛りじゃなくていいかなって私は思うんですけど、それで、なんていうのかな、逆に自分がすごい着物を始めたなりで、割にお古着れる感じだなっていう身長、背低いめの方とか細いめの方とかで、普段着からスタートしたいなっていう方とかだったら、年齢問わず、そういうところに参加していただいたら、こういう私みたいなサイズの人から着物が、まあ、なかなかね、木綿は渡すことはないと思うんですけど、そういう時でもね、やっぱ木綿って着てるのであれだけど、それこそアンティークの銘仙とか紬とかそういうのとかだと、結構こうお渡しできるものとかが皆さん持ってるんで、まあウールもあるんですけどね あるっちゃあるんですけどね、そうなんですよ。なんでね、そういう初めてって方も参加していただいたら面白いなと思うんですよね。いろんな着物の着方の人たちが、多分私の YouTube 見てくださってる方だし、本当に普段着の着物を着慣れてて、いい意味で馴染ませて崩してる方たちが多いと思うので、そういう方たちと割に着物始めたなりの人たちが早めに接点を持つと、かなり気持ちよくスタートできるんで おすすめの回だと思います、私は。着物初めてさんにも、あとはそのこういう着物はこういう生地なんだよっていうのをみんなで見たり触ったりもできますし、それでね、藤工房さん来てくださるって言ってくださってるんで、直したいとか、お母さんのおばあちゃんの着物とか私が着れるのかなって思ってる人とか、若い方で結構いっぱいいると思うんですよね、着物初めてなりの人で。そういう方も自分の着物持ってきてみて、これ直すのにはどれぐらいかかるとか、これは逆に直せない、もう痛みすぎててっていうのとかもそこで教えてもらえるので、そういうので行くのはすごく、来るのは面白い、なんていうのかな、身になる会になればいいなと思ってたんですよ。ただやっぱりその大きな会場をある程度の人数のために開けるっていうのが結構大変だった、思ったより あんまり快くは思ってくれるところはなくてですね、それでやっぱり宴会会場を借りるといっても、ご飯を食べる場所なので、そこで着物を広げてって言ったら、宴会ご飯を出す時の邪魔になるからって言って結構嫌がられました。で、結局困り果てたマネージャーはですね、悩んでたんですよ。無理かな、やっぱ無理かなって。もう加藤さんに頼んで、マスギビルさんを抑えようかなとか言ってたんですよね。それだとでも本当に交換会だけになっちゃうねって言ってて、みんなでね、香川温泉郷をね、ちょっと散歩したいなとも思ってたの。湯の国の森って言ってね、いろんなね、工芸を体験できるところがあったりとか、そのすぐそばが、私が大好きなナタデラなんですね。で、そこが回遊バスで移動できるので、そこをせめて2つぐらいは行けたらなと思って、着物の人たちとみんなで動いたらすごい楽しい場所だろうな、どっちもって思うんですよね。で、それを考えてたので、京都だったら本当にその目的だけのために行って解散になっちゃったらちょっと味気ないなと思ってたのね。だったらみんなで泊まってさ、そういうところ観光っていうか、まったり観光してさ、で、
本当にね、空気のいいとこなので気持ちよく、あの、な、まあこっちで言うとこの陣伸びしていただいて陣伸びですよリフレッシュしていただいて、うん、あの着物でね、楽しいなっていう時間を過ごしてほしいなと思ってたんですけど、なかなか難しくて場所を取るのが。それでうちらそんなで、あのね、地元に関わってないんで、それでね、どうしよっかなと思ったんですけど、これは北陸銀行さんに動いてもらおうとうちの会社の分割機フェラーリ君を借金して買いましたよ、北陸銀行さんから。やっぱりね、地元の銀行は地元の企業に強いですからね。もう銀行さんにちょっと相談してみようかって言って、そういう会場を借りれるホテルか何かないかっていうのを聞いてもらったら、銀行さんが動いてくださって、いいお声かけをしていただいて、ある名旅館が抑えれそうです。ただし、土日というのはめちゃめちゃ高くなるんですって、やっぱりどこも。なので、日月でお泊まりなら、会議場は好きなように使っていいと。もう日曜日、土日でお客さん出てっちゃうから、ガランと空いてるから、どこ好きなように使ってもいいし、そして、一泊、二食付き。で、1万5000円しないぐらいにしてくれるというお話があったんですよ。お一人ね。正確に言えば1万2000円ぐらいなんだけど、多分その飲み放題とかつけたりするともうちょっとするのかなって話をマネージャーとしてたんですけどね。であとはその回遊バスとか、そのなんかあの、ナタデラに行く時のお金とか、そういうのは、まあ、あの自分でその場で払うにしても、その旅館をね、そのほぼ自由に使っていいよっていうのがね、それぐらいでできんだって、日月だったらで6月の、最初のね、1日2日の土日はもう埋まってるので、そこの日曜日も埋まってるんですけど、他の、日月なら、第2週からのね、日月ならどこでも空いてるし、好きな日選んでいいよって言われたんですよ。どうする皆さん来ますか？加賀温泉郷なので、小松駅も小松空港からもバスが、小松空港だったら、加賀温泉郷の、バス停まで直通バスが出てて、そこから、旅館のバスに乗れる形になってます。で、電車でしたら加賀温泉郷で降りていただいたら、そこから、旅館のバスが迎えに来てくれるという形になっています。で、回遊バスも、動いていますし、まあ、また人数少なかったら車で動く人たちが乗せてくっていう手もあります、はい、いろいろあります。手はいろいろあるんですよ、本当に田舎なんでね、はい。なんで、あの、もちろん旅館にも駐車場あるので、近隣の方だったら車で来られた方が楽かと思います。ナタデラも湯の国の森もちゃんと駐車場ありますからね。あ、もちろん無料ですよ駐車場が有料ではありませんからね、ここら辺はなんで、あの、車で動かれる方がいい方はそれの方がいいと思うし、もしそういう人たちが多かったらね、あの、交通機関で来られた方相乗りしてみんなで行くっていうのも一つの手かなと思っております。で、まあ、月曜日ね、平日絡んじゃうんで、ちょっと有給とか代休とかに取らなきゃいけなくなっちゃうかなって気はするんですけど、まあ、今の時代有給は取りやすい時代なので、何ヶ月も前から会社に有給くださいって言ったら大概通るのが普通だと思うので、うちもそうですけどね、あの、どうですかね、6月の日月で、
石川県、温泉、加賀温泉郷になりますね。加賀市の方ですね。小松市の隣の加賀市ですね。そちらに来てみんなで着物で遊びませんか？もし、人数がそれなりに集まったら、やってみたいなと思うんですけどね。どうかな？平日だしどうかな？うちらは平日の方が動きやすいんですけどね。うん。みんなで集まって美味しいもの食べて、結構楽しいと思う。すっごいいい旅館なんです。レベル的には、私がね、名前聞いた時は、いや、それはそこは泊まれんでしょう。レベルが高すぎる旅館だよっていう旅館。加賀屋みたいな名の知れた旅館でした。そこがいい、心よくいいよって言ってくださって、ちょっと嬉しかったですね。やっぱり銀行さんのつてってすごいですね。ちゃんと説明してくれたみたいで、それで、心よく引き受けてくださいました。そういうオフ会にでも、着物のそういう交流会にでもいいんじゃないかという形で、旅館さんの方も、心よく引き受けてくれたという老舗旅館でございます、はい、うん、まあ、検索したらかなり上の方に出てくる旅館ですよ。今はちょっと名前伏せときますけどね。加賀の方の有名旅館です、はい、なので間違いなくお料理も美味しいと思います私もね、ちっちゃい頃からコマーシャルでいつも見てたの。その加賀屋とそことはもう有名なのよ。だからなんだろう、そんな有名なところにっていう感じですよ本当にちょっとびっくりしました。嘘とかってマネージャーとさっき騒いでたのなんです。もしよかったらみんなで集まろうかななんて思っておりますが、どうかな、どうかな、どうかな、わからんねうん、ちょっとわからんね。うん、まあそれなりに集まったらやってもいいかなって思っております。私もその日はちゃんと時間をしっかり空けてスタンバりたいなと思いますけれども、うん、いや何よりね、みんなとナタデラ行ったりしたい絶対いいと思うんだよね。うん、旅、直旅じゃなくても草履でもゆっくりならナタデラ大丈夫ですよ。まあ直旅の方が楽っちゃ楽なんですけどね。心配ならその時だけズックに履き替えちゃえっていうのでもありだと思いますし、カレンブロッソで普通にサブディは歩いてましたね男の方ですけどね。うん、サブディ加藤さんは普通に歩いておりました。だから大丈夫だと思います。低いタイプのカレンブロスなら全然平気なんじゃないかなって気もするけどね。高いタイプでもなんだろう、あれ自体すれに強いから大丈夫かなと思いますね。うん、結構なんかダラダラ下駄で歩くのも楽しいかなって気もするんですけどね6月やろ、うん、下駄もありかなって思いますけどね。ちょっとムシムシするしね。あ、でも山の中やし結構涼しいかな。うん、スーッと涼しい場所なんですよナタデラってね。うん、でね、湯の国の森っていうのは本当いろいろ検索したら出てくるんですけど、いろんな工芸体験ができるところなので、石川県本当にいろんな工芸ものがあるので、私も一回行きたいなと思いつつ行ったことがない場所なんですよね。なんでね、そこだったらみんなと一緒に行ってみたいなって、一緒に楽しもうかなみたいなそういうね、機会があんまりないじゃないですか。うん、そんな風にしてこうみんなで着物でいろんなことして楽しみたいなと。みんなで遊びませんかって感じになりますけどね着物交換会っていう名目の遊びませんか会みたいになっちゃいますけどね。みんなでね、こうなかなか金沢も兼六園とか日
東茶屋街とかそちらがメインで、あんまり加賀の方っていうのは来られる方が少ないと思うので、この機会にぜひ加賀の方も、新幹線が開通する前に遊んでみたらいかがでしょうか。人が少ないです、今のは。今だったらガランガランでございます。結構少ないと思いますんでね。そしてとても景色はいいです。本当白山連峰も近いですしね、空気も澄んでますから、金沢よりも、うん、なんていうのかな、風通しもいいし、結構まあ温泉街っていうだけあって慰安所なんですよね。結構いい場所なんで、ぜひ県外の方も来ていただきたいなと思います。私はね、石川県の人なのでね石川県のいいとこも見てもらいたいなと思います。はい、以上でございます。土日、日月第2週かな、できれば第2週、うん、第2週が私はおすすめなんだけどな。6月90、うん、まあ1617でもいいんだけどね。23だけがダメで、で最後の週が加藤さんが用事あるって言ってたから、だから90か1617かできればいいなと思っております。以上です。はい積まれたらいいな、相手手ぶつけたはい、それでは皆様良い一日を。